スレンダーで品の良さを感じさせる王子様の上野家は代々続く旧家で新進御三家アイドル同士の交際は騒がれ。わだまめチャンネルです。話題の人物を紹介しているわだまめ .com 事前や関連書籍を参考に有名人の経歴を紹介しているんですが、サイトでは紹介しきなかった丸フエピソードや面白いエピソード、知っている人は知っているけれど、知らない人には後を努力マミ知識をこちらのチャンネルでご紹介しています。今回のテーマは スター誕生日は9、ジョー・ミチルはなぜ3年で引退したのかです。今回は池田文夫さんのスター誕生回想えテレビ人生そんなわけで録日本テレビ放送網のスター誕生などを参考にしています。ジョー・ミチルさんの経歴はわだわめ .com で紹介しています。概要欄に URL を掲載してますので、よかったらご覧ください。今回は伊藤咲子、ひまわり娘のデビュー秘話に続く、 スター誕生秘話シリーズの第9弾です。オーディション番組スター誕生のあらましは、スター誕生秘話1位、デビュー第1号森政子の誕生でご紹介していますので、よかったらそちらもご覧ください。ジョー・ミチルさんは中学3年生の時にスター誕生に出場し、第7回の決戦大会でデビューをつかみました。この大会は73年7月の放送で、この年は桜田淳子さん、 山口百恵さんがデビューして中3トリオができるなど、スター誕生が勢いに乗っている時期でした。それまでも男性歌手はデビューしていたんですが、アイドルは初めてだったんですね。ジョー・ミチルさんは、デビューに際し雑誌セブンティーン市場で芸名を募集するなど、初の男性アイドルとして、スター誕生に新たな道を切り開き、1973年12月20日、 高校1年生の時に、イルカに乗った少年でデビューしました。イルカに乗った少年は大ヒットし、スレンダーで品の良さを感じさせる王子様のようなルックスで、ジョーさんは一躍人気アイドルになりました。ですがジョーさんは高校3年間活動した後、芸能界を引退してしまったんですね。その理由は一つではなく、様々な要因が重なってのことでした。 ジョミチルさんは本名をジョー太郎と言うんですが、ジョヤ家は広島県秋郡温度町、現在の呉市の倉橋島に代々続く旧家で、ジョさんのお父さんは電気店を経営し、40人の従業員を抱えていました。そういった家計に生まれたジョさんは、二人の姉の下の三人兄弟の長男で、後取り息子でしたから、お父さんはジョさんの芸能界入りに大反対でした。 実は下のお姉さんもジョーさんと一緒にスター団状に出場し、一時予選を通過したのですが、お父さんに叱られて断念したんですね。ジョーさんも反対されたのですが、どうせ落ちると思って出場を許された。ところが決戦大会でプラカードが上がってデビューが決まりました。大反対するお父さんを説得し、最終的に3年間だけやってみろと許しを得たそうです。 そして高校3年間アイドルとして活動し、駒沢大学に合格した。それが引退の決め手の一つになりました。現在は芸能活動を再開されているジョー・ミチルさんですが、公式サイトで日本一息の長い一発屋と自称しています。ジョーさんは当時10枚のシングルと5枚のアルバム、LP をリリースしたのですが、イルカに乗った少年以降ヒットに恵まれなかったんですね。 ジョーさんは、相崎信也さんや、豊川ジョーさん、あるいは荒川つとさんや、松田慎太郎さんたちと、新新御三家と呼ばれたりしたのですが、当時、70年代は、西条秀樹さん、野口五郎さん、郷ひろみさんの、新御三家全盛でした。1974年に西条秀樹さんが、ソロ歌手初のスタジアムコンサートを大阪球場で開催しています。 この年は、ゴーヒロミさんがよろしく哀愁で、野口五郎さんが甘い生活で、それぞれ自身初のオリコン1位を獲得しました。ジョーさんの活動時期は、新五三家の絶頂期と重なっていたわけです。ジョーさんはデビュー曲以降ヒットに恵まれませんでした。ジョーさんだけでなく、同期デビューの仲間たちも思うような活躍ができていなかった。そして、高校卒業という、 年齢的にもアイドルとしての岐路に立たされた。こういったことも一因になりました。ジョーさんは同じスタタン出身の伊藤咲子さんと交際していました。前回の動画でご紹介した伊藤さんは、ジョーさんの次の第8回のスター誕生の決戦大会からデビューしています。二人は同じレコード会社、東芝 EMI に所属していたんですが、 アイドル同士の交際は注目されて騒がれてしまいました。こういったことも重荷になったんですね。引退後も交際は続いたようですが、後に破局しています。そしてジョーさんは体調を崩し、水臓炎と診断されて休養を余儀なくされた。こういった様々な事情が重なって、ジョーミジルさんは引退を決断しました。 当時、ファンクラブの会員数が1万5千人ほどいて、所属事務所の社長からは引き止められたそうですが、決心は変わらず、デビュー前に結んだ所属事務所との契約が満了を迎え、芸能界を引退しました。ジョーさんは引退から約10年、28歳の時に芸能活動を再開されました。現在も地元広島を中心に活躍し、2019年には44年ぶりのオリジナルアルバム、Love the Life を 発売しています。というわけで今回は、スター誕生日は9、ジョー・ミチリはなぜ3年で引退したのかをご紹介しました。このチャンネルでは芸能人、スポーツ選手などの知られざるエピソードをご紹介しています。今後も様々なエピソードを紹介していきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。